皆さんこんにちは、コリウカとバミカイの大塚理光です。本日はとっても簡単、たった一手間で一気にプロ級のお正月花がいけられる、そんなテクニックをご紹介していきたいと思います。それでは本日の花材がこちら。はい、ということでまずはこちら、お正月花といえば定番の若松。これはもう先日の動画でもご紹介しましたし、毎年生けてる花材なんでね、今日は詳しいご紹介は割愛しようかなと。年に1回、最初のお正月花の時に詳しくご紹介していければと思っています。また今日ご紹介するたった一手間で一気にプロ級のお正月花にするというテクニックは、これまでご紹介してきたいろんなお正月花の生け方とも併用できますので、この松のご紹介なんかと合わせてご視聴いただけますと幸いです。ということで今日も神様、年神様の依り代としてこちらの松を生けていきたいと思います。続いてこちらもお正月花といえば土定番の菊なんですけど、今回はこのチャンネルでは初登場のいわゆる糸菊という菊になります。花火のようにパッと弾けたような明るい花しと、一本一本が糸のようなとっても繊細な花びらが特徴的な、そんな菊になります。中心から細い花びらがスッと伸びているんですけど、先端部分はこんな感じでかぎ爪状になってるのがまた、なんて言うんでしょう、味わいがあると言いますか、とってもおしゃれですよね。でこの糸菊、または細菊とも呼ばれるんですけど、いわゆる海外から輸入されてきた洋菊、ディスバットマムに対して国内で生産された和菊にあたります。でね、菊に関しては最近の動画ですと、こちらの動画で中菊を生けたんですけども、和菊の中では大きく大輪菊、中菊、小菊、そして枝が分かれて花が咲くスプレー菊、大体まあこの上の3つか4つに大別されます。で花屋でなかなか和菊の大輪菊というのは見ないんですけど、今回買ってきたこの糸菊は大輪菊に含まれます。一輪が大きくてとっても華やかですよね。でさらにご紹介すると、大輪菊の中でも花びらの付き方によって何パターンかに分かれておりまして、このように花びらが複層してボテッと咲くものを厚物、厚物、そして今回の糸菊のように花びら一枚一枚が細く形成されているものを果物、果物、そして天皇家の御紋のデザインにもなった平たい花びらが一重で並ぶものを広物、広物。同じ大輪菊といってもね、そんな3種類に大別されるんですって。ではなぜこれが果物かというと、ちょっと皆さんには見づらいかもしれないんですけど、一本の線のように伸びてるこの花びら、実は丸みを帯びてまして、中が空洞でまさに管状になっていると。この管の大きさによっても太管や細管、あとは針管なんてものにも分類されるそうなんですけど、それで言うとこれは細管にあたるのかな。まあそんな一言で聞くと言ってもとっても奥が深いと。今動画 YouTube に200本近く上げてますけど、まだまだご紹介してない植物というのはたくさんありますね。これからもいろんな植物、綺麗に飾るためのいろんなテクニック、皆さんにご紹介していきたいと思っておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録の方をポチッとよろしくお願いいたします。最後にこちらが柳。これもお正月では縁起物として定番の花材になるんですけど、今年のお正月花で生けるのは初めてなので、ざっくりご紹介しておきましょうか。柳というのは、まだ寒い春先に真っ先に芽吹くことや、枝がとってもしなやかで、重い雪が積もっても折れないことから縁起のいい植物とされています。今日用意した柳、まずはこちらが雲竜柳ですね。雲に竜に柳と書くんですけど、まさにこの一本一本の奔放とした枝ぶりが雲輪を縫って舞い上がる竜のような、そんな姿が印象的な花材になります。この雲竜柳をテーマにした動画もうすでに撮っているので、来年にもっと詳しくご紹介できるんじゃないかなと。作品の方もね、めちゃくちゃかっこいいの出来上がったので、ぜひご覧いただければと思います。続いてこちらが赤目柳。こんな感じで枝にたくさん芽がつくのが特徴になりまして、その芽一つ一つが赤いことから赤目柳と呼ばれています。また振袖柳なんて別名もあるんですって。でこの赤目柳の面白い特徴がですね、もうすでに白い部分がこう見えているんですけど、今ご覧いただいたこの赤い芽、これは皮になってまして、少し力を入れるとスルンと剥けると、こちらが今剥いた皮ですね。でこの皮が剥けると中からこういった白い芽を出します。で中から顔を出したこの白い芽がまた面白くて、細かい毛に覆われているんですね。ですので白というよりはどちらかというと銀色のような輝きをしている、そんな面白い特徴を持つ柳になります。この赤目柳もいろんな面白い見せ方ができるので、そのうち一つのテーマとしてまた皆さんにご紹介できればと思います。今日はそんなこちらの花材と器がこちら
青い釉薬がかかったちょっとした水盤。こうやって見ると船のような形をしていて、少し変わった形の水盤になります。これにこちらの剣山を入れてシンプルに生けていきたいと思います。よし、それでは実際に生けていくんですけども、その前に久しぶりに剣山で生けるので、使い方だけざっくりご紹介しておこうかなと。というのも最近の動画は剣山を持ってないご家庭でもすぐにチャレンジできるようなお花というところで、なるべくねこの剣山使わない生け方をご紹介していたんですけど、今日は久しぶりに登場ということで、知ってるよという方もこの機会にぜひ復習がてらお聞きいただけますと嬉しいです。また持ってないというご家庭は本当に一つあるととっても便利なので、この機会に一つ購入をご検討いただければなと。まずはこういったユリやキクといった茎の柔らかい、いわゆる草物と呼ばれる花材について、これは茎が柔らかいのでハサミは水平に切ります。そしてそのまんま剣山に刺せば、茎が針にぐさっと刺さってくれると。で、一回深くまで刺してしまうと手が当たったりしても動かないので安心です。またもし角度をつけたいという場合は、今ご覧いただいたように一度深くまで刺した後に茎の側面に針がこのように刺さるイメージで横にぐーっと倒していくと、こんな感じで好きな角度で止めることができます。これ慣れてくると初めからこういう斜めの角度で刺すこともできなくはないんですけども、針の刺さり方が浅いというか甘くなってしまう場合が結構多いです。で、刺さり方が甘いと何が起こるかというと、別の花材を生けた時にその花材が当たったり、あとは手が当たったりしてしまう場合がありまして、その時にしっかり刺さってないと当たってる間にどんどん倒れていってしまうと、それがしっかりと最初のように奥までまずぐさっと入れて、そこからしっかりと倒していくと、ちょっとやそっと手が当たったりしても倒れない。ですので角度をつけたい場合はこの2ステップ、まずはぐさっと刺してそこから倒していく、これを意識して生けてみてください。次に枝物の生け方について、今回で言うと松や柳ですね。こういった花材は茎が硬いので、まず一つ水平に切ろうとしてもかなり力がいります。このぐらいの太さですと力を入れれば、まあ男性だったら切れると思うんですけど、女性の方はかなり力がいるんじゃないかなと。で、それがですね、斜めにこうハサミを入れてあげると水平の時より切りやすいと。さらに言うと、斜めに入れてそのまんまグッと押し込むのではなくて、少しハサミをこうひねるように1回2回3回も入れればこのように切れます。ということで、斜めに切るメリットとして、一つは切りやすいと、そしてもう一つが草物同様水平に切った場合、枝物は茎が硬いため剣山の針に刺さってくれないんですね。ですので針に刺すというよりは、針と針の隙間に挟み込むようなイメージで刺していくと。ということで、斜めに切った方がより鋭利になるので、この隙間に挟まりやすくなります。太い枝の場合、さらにここの割った断面をこんな感じで半分に割ってあげると、より針と針の隙間に刺さりやすくなります。ということで、あとは草もの同様、まずは深くまでぐさっと刺すと、そうするとしっかりと立ってくれます。で、ここから角度をつけたい場合は先ほど同様、茎の横に針がぐさっと刺さっていくようなイメージで倒していくと、そうするとこんな感じで好きな角度で止めることができます。すごくざっくりとだったんですけど、この剣山の使い方、こちらの動画でかなり詳しくご紹介していますので、よろしければ合わせてご視聴いただければなと。よし、それでは今のポイントを踏まえて、まずはこちらの若松を生けていく。で、高さは器のサイズや下に生ける花材のボリュームによって決めていく。今回だとこのぐらいかな。これも半分に割っておきましょうか。この付け枝を見つつ、どの表情や角度でいけると一番綺麗に入ってくれるか、そんなところを見つつ、まずは真ん中にすっきりと立つように、そしたら次にここのスカスカの部分をフォローするように、こちらの立派な糸菊を生けていく。1本目は少し高い位置で、で、こういった輪のお花を生ける際のポイントとしては、このまんま生けてしまうと正面がベタッと向いてしまいますし、こういう向きだと真横を向いてしまう。さらに言うと、こちらだと真後ろを向いてしまうので、正面にベタッと見えないようにちょっとした角度をつけてあげると、この菊の表情が生きてきます。1輪目はこんな感じ。もう1輪は今生けた菊より少し低めに抑えて生けていく。
こんな感じかな。でもし下の部分この辺りが寂しかったら、まあ昨年の動画とかでもご紹介しているんですけど、この時期ですと染料とかを混ぜ込むとよりお正月花らしく華やかになるんですけども、今日はすごくシンプルでもお正月花として綺麗に飾れるんだよというところで、まあ松と菊2種類でいこうかなと。ですのでこういった寂しい部分は今落とした菊の葉っぱとかを後から足してあげると、こんな感じ。もう1枚足してもいいかもですね。こんな感じでいかがでしょうか。さっきの下の部分、寂しかった部分が後から足した葉っぱでフォローされたんじゃないかなと。で、とってもシンプルなお正月花であればこれだけでですね、こんな感じでもう十分綺麗に飾れるんですけども、ここからが今日のポイントになりまして、ある一手間を加えることで一気にプロ級のお花になります。その一手間というのがこちらの柳系を生けていく。今回赤目柳と雲竜柳2種類用意したんですけど、まあどちらでもいいんですよね。両方いけても華やかになるか。こんな感じでですね、これまでまあ5本ぐらいお正月花ってご紹介しているんですけど、どれもね、松を主役、そしてお花を脇役とした生け方をご紹介しました。ただし今回はこういった柳系を主役に、そして松を準主役にするという見せ方。そうすると一気に豪華になると言いますか、作品スケールがぐっと大きくなるので、すごくおおらかな、まさに新年を迎えるようなお花が生けられるようになります。ということでどうしようかな。こちらの雲竜柳であれば、この奔放な枝ぶりを生かして、このままわさっと入れるとすごくかっこいいんですけど、こちらの赤目柳の場合は、こんな感じでね、一本だけだとちょっと寂しいので、それにつかず離れずの位置で、きちんと長短をつけつつ、見えるかな。こんな感じでいけるといいんじゃないかなと。で、今回この赤目を主役にして、松を準主役にした場合は、この雲竜柳であれば、こういった先端の細かい部分をあえて下の方にもう脇役としてもわっと混ぜ込む、そんな見せ方もありますね。この辺りは好みになってくると思うんですけど、動きの面白い雲竜柳を主役にしてわっとダイナミックに見せるか、赤目柳のすっきりした線を生かして作品自体もすっきりと伸びやかに見せるか、今ご覧いただいたようにこの2つを混ぜ込んでより華やかにするか迷うなぁ。せっかく2種類買ってきたので欲張って両方ともいけちゃいましょうか。そしたらまずはこちらの赤目柳を生けていく。今ご覧いただいたようにすっきりと高めに生けていく。で、この花材はゴムのように曲がる性質があるので、こうやって枝を曲げることをためるっていうんですけど、折らないように丁寧にためてあげることでちょっとした表情をつけることができると。こうやって曲げてあげることで中心に生けた準主役の松を邪魔せずにすっきりと生けることができるんじゃないかなと。まずは1本で、2本目は先ほどご紹介したように高さを変えつつつかず離れずの位置で生けていく。こんな感じ。ちょっと上見切れちゃってますけど、後でゆっくりとご覧いただければなと。こんな感じでしっかりと長短をつけています。これだけでもすっきりしてていいんですけど、最後にこちらの雲竜柳を生けていく。先ほどご覧いただいたように細かい部分を中心部分に混ぜ込んでいきましょうか。今生けた赤目柳よりどちらかというとこういった雲竜柳の方が、まあ、わさっと入れたらそれだけで豪華に見えるので、一手間でプロ級のっていう今回のテーマで言うと、もしかしたらこちらの方が良かったかもですね。この辺の下の付け枝も足していきます。また今回赤目柳と雲竜柳を生けていますが、他の柳系ですとしだれ柳とかを上からスーッと下げるとそれもとっても綺麗に映りますし、あとは雲竜柳やしだれ柳を金や銀に塗った金柳銀柳なんて柳もこのお正月の時期お花屋さんとかで売っていますので、そういったものを今日のテーマ同様ベースを生けた後に一手間スッと入れてあげると、もうね、一気に華やかになるので、ぜひ参考にしてみてください。この後こちらの残った雲竜柳の線もこの辺り混ぜ込んでいっちゃいますね。ということでこれでおなじみ100均アイテムをかければ、たった一手間で簡単本格的なお正月花が生き上がりました。今回はシンプルにいけましたが、ここに染料とかハボタン混ぜ込むとより華やかになると思いますので、この辺りはお好みでぜひチャレンジしてみてください。は
い、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した柳を足すという一手間は、今までご紹介してきたお正月花にも併用が効きますので、ぜひ参考にしてみてください。本日の動画が面白かった、ためになったという方は、チャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。